暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は狭い台所のストレスを解消するお片付けの工夫というテーマについて、高木恵美さん著、考えない台所をもとに考察していきます。この動画を見ることによって、限られたスペースの台所をストレスなく活用するお片付け術について学ぶことができます。ここで少々宣伝させてください。家電の買い替えの前に下取り価格が分かれば何かとスムーズなのに。お片付け研究室の運営会社アシストでは、誰でも簡単に LINE の自動査定ができる下取りチェッカーというサービスを運営しております。詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひ LINE のお友達登録からお願いします。それでは本編に早速参りましょう。突然ですが、台所が狭くてどう使ったらいいかわからない、もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、限られたスペースの台所を効率よく活用していくことができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、台所収納にルールを設けることです。本書の著者は料理家の高木恵美さん。もともとお料理が好きでこの仕事に就いたという高木さんは、料理を専門として働き始めるうちに、世の中には毎日の食事作りをストレスに感じている人もいるのかと衝撃を受けたのだそうです。そして、毎日の食事作りがストレスになっていると感じた人の原因の一つとして、狭い台所の使いづらさが理由に挙げられています。限られた広さの台所をどうすれば快適に使えるか試行錯誤することに疲れている人へ、高木さんは本書にて収納のルールを見直す解決策を提案されています。限られた台所を快適に使う収納の工夫について詳しく見ていきましょう。ここでは高木さん流の台所収納にルールを設けるコツについて、ポイントを3つに絞ってみました。見えるところに物を置かない工夫、3つのスペースを死守しましょう、調理道具の収納には2つの仕分けを。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。見えるところに物を置かない工夫。まずはじめに、見えるところに物を置かない工夫について解説していきます。狭い台所だからこそ、吊り下げ式の収納に助けを求めそうなところをぐっと我慢。高木さんの台所収納のおすすめは、基本的に物は全て収納するスタイル。これがストレスの少ない台所になるとのことです。なぜなら、見えるところに物があると掃除がしにくい台所になり、ますます手を入れるのが億劫になるからということ。そこで、台所にあるアイテムについて、高木さんは次のような種類別の収納方法を提案されています。調味料。まず、数が増えがちな調味料は、味付けの際に使用する頻度が高いため、ガスコンロや IH など火の周りの棚に収納、特にカゴに入れるのがおすすめとのこと。その際、上から見下ろして一目瞭然となるように棚にラベルを貼っておくことがポイントです。調理器具、道具、鍋やフライパンなどの道具、そして油類も火の周りに収納しておきましょう。一方で、鍋やフライパンほど登場頻度が高くないアイテムは、必ず使うひまわりにスタンバイさせる必要はありません。少し背伸びしないと届かないくらいの場所に収納しても大丈夫なアイテムです。ちなみに、台所の収納を大きくジャンルで分けるなら、次のように挙げられます。ガスコンロや IH などのひまわりに収納するもの、シンク下などの水回りに収納するもの、目線より高い収納棚にしまうもの。このように、登場頻度と登場シーンを思い浮かべながら、見えるところに物を置かない収納の工夫を施しましょう。3つのスペースを死守しましょう。続いて、3つのスペースを死守しましょうについて解説していきます。ここでは、狭い台所で場所を確保する優先順位の付け方について取り上げていきます。高木さん曰く、あるルールを知っておけば、狭い台所は小回りが効いて便利な台所に様変わりするといいます。そのルールとは、洗う、切る、
加熱するの3つのスペースを確保することです。狭い台所では最低限この3つのスペースを死守しましょうと主張する高木さん。なぜなら料理をする上で欠かせない動作別に優先順位をつけたところ、この3つの動作が台所では特に重要となるからです。まとめると次のようになります。洗うスペースが確保されている、食材を切って置いておくスペースがある、コンロ周りがすっきり整頓されている、この3つを満たす台所を作ることができれば、台所の狭さ問題は随分と解消されるのではないでしょうか。そのために高木さんは次の4つのルールの実践を提案されています。 1. 野菜を洗うシンク周りには何も置かない。 2. 野菜を切る作業場に水切りカゴは置かない。 3. コンロ周りには何も置かない。 4. 切った食材の一時置き場を作る。例えばシンクが狭い台所であれば、三角コーナーを撤去し、シンク下などにビニール袋を吊り下げることで生ゴミ入れを作れば OK です。洗う、切る、加熱する3つのスペースを最優先で確保しておきましょう。調理道具の収納には2つの仕分けを。最後に調理道具の収納には2つの仕分けをについて解説していきます。先ほどひまわりに収納すべきアイテムについてご紹介しましたが、ここではこちらの点についてもう少し詳しく取り上げます。高木さんが提案する覚えておきたいルール、それは調理道具を次の2つに仕分けるルールです。水回りにしまうもの、ひまわりにしまうもの。なぜなら高木さん曰く、台所収納とは見た目が綺麗なことがポイントではないからです。道具があるべき場所に配置され、調理と掃除がしやすい台所であれば、狭さは大きな問題とはなりえません。狭い台所の収納と調理のしやすさに問題があるから、ストレスを感じているのではないでしょうか。収納に限りがある狭い台所であっても、なるべく配置にこだわって使いやすい台所への工夫を施してみてくださいね。ではここで具体的に水回りとひまわりに収納するアイテムを確認しましょう。シンクのような水回りには次のようなアイテムを収納します。洗う時に使うもの、例えばボウルやザル。切る、皮を剥く時に使うもの、例えば包丁、スライサー、ピーラー。混ぜる時に使うもの、例えば泡立て器、ゴムベラ。ゴミ捨てに使うもの、例えばポリ袋。そして火の周りには次のようなアイテムを収納します。加熱に使うもの、例えば油、鍋、フライパン。味付けに使うもの、例えば調味料。調理中に使うもの、例えばフライ返し、菜箸、お玉、味見用のスプーン。このルールにのっとれば、手を伸ばすと欲しい道具が取り出せて、狭さの欠点がかえって使いやすい台所に様変わりするきっかけがありますよ。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず料理と掃除のしやすさを優先するために、見えるところに置きすぎないということ、そしてひまわり、水回りに収納するものを仕分け、また調理の段階ごとのスペースを確保するということでした。料理をするにも食材の調達から保管、下処理、加熱、盛り付け、そして作り置きの保存まで様々な工程がありますが、使いやすい台所で特に優先させたいポイントは料理と掃除の2つ。この2つの工程を難なくこなせる台所を作っておけば、狭い台所へのストレスを軽減できるというのが高木さんの主張でした。そして料理にも掃除のしやすさにも関わる要素が収納、すなわち台所関連のものの配置ということでした。今回のことをぜひ活かして小回りが利き、使いやすい台所を目指してみましょう。以上で狭い台所のストレスを解消するお片付けの工夫の解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。
またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。